春です。今日は丹仁にある新平醸造所というマッコリ作りが体験できる場所に向かっています。それでは行ってきます。あ、寒い。到着しました。ここが新平醸造所です。マッコリ作りを体験できるそうです。わーすごい。なんていうもの。うわあ。新平醸造所です。これからマッコリ作りスタートしたいと思います。それでこちらお隣にいるのがなんと研ぎもちさん。こんにちは、研ぎもちコリアです。今日は一緒にマッコリ作り頑張りましょう。マッコリのシーンしたいと思います。感謝にだ。色気間に合いますよ。まま撮っちゃおうか。マッコリです。フィリフール。じゃじゃん。なでてちゃん。コンベ。いただきます。あ、おすすめ。いただきます。しようねよ。あ、甘い。私お酒とかあんまり飲めない方なんですけど、このマッコリは甘くてすごい飲みやすいですね。おいしい。お腹空いちゃった。これでマッコリカクテルを作っていきたいと思います。おー、あ、青くなってきた。わー、綺麗綺麗。今グラデーションになってます。緑、青、白。うん、はい。乾杯。乾杯じゃない。で、おとぎます。あ、何が美味しいですか。今マッコリを作る準備をしています。お米をこうやって広げて冷ましていますね。ごぼどでね、ごぼどでしょ。ごぼどでおしょれよ。あ、まいすこよ。結構うん、まいすすさっき冷ましたもち米をこのボトルの中に入れるそうです。お米入りました。これを5分ぐらいかき混ぜるそうです。こんな感じでできたんですけど、これから3日間1日3回、かき混ぜなきゃいけないそうです。で、持って帰ったら蓋を完全に閉めないでちょっと開けた状態で発酵するようにしなきゃいけないそうです。それがちゃんとできなかったらダメになっちゃうかもしれないので、ちょっと管理頑張りたいと思います。結構終始お酒なんですね。終始お酒やっぱりそれはなんか、はい、こちらが今日マッコリ作り体験で作った、私の作ったマッコリです。今日からちょっと手でしっかりかき混ぜなきゃいけないので、かき混ぜたいと思います。蓋が開かない。あ、もうマッコリの匂いがする。不思議。あー、なんか昼間にやった時と全然感触が違う。こんなポロポロしてるんですけど、これで本当にマッコリができるのかな。朝昼晩3回まんべんなく混ぜて3日間置くとマッコリらしくなってくるということで、ちょっと頑張ってみたいと思います。はい、これが2日目のマッコリです。なんか昨日はすごいパサパサで、
これがマッコリになるのかなと思ったんですけど、こんな一晩寝かしただけでこんなに汁気が出ててマッコリっぽい液体になってます。おはようございます。これが3日目のマッコリです。もう完全に液体ですね。でなんかちょっとお粥みたいな感じの仕上がりなんですけど、匂いを嗅いでみるともう完全にアルコールでマッコリですね。こうやって直で嗅ぐとちょっときつい、なんかウォッカとか嗅いでる時みたいにうわってなるぐらいのアルコールがもうできてます。すごい。3日間経って出来上がったマッコリを料理用の袋でこしてみました。絞るとマッコリの原液が出てきます。絞りかすはこんな感じでポロポロとしていました。絞ったマッコリはとっても濃いのでお好みで水を加えて完成です。味は完全にマッコリでした。新ぴょん醸造所直営のマッコリ専門店もあるのでぜひ行ってみてくださいね。